はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、俺の視聴者で、俺と同じゲームでよく切れるタイプで、プロコン5台破壊した人が、まあ、画像をね、ちょっと送ってきてくれたんで、紹介したいと思います。こんばんは、はじめまして。YouTube の動画楽しく拝見しております。私もゲームでよく切れるタイプで、プロコンを5台破壊したのですが、もしよろしければ動画で使っていただけないでしょうかということで、ちょっとね、画像をいただきましたんで、ちょっとね、皆さんと一緒に、見ていきたいと思います。はい。これ5台、そのプロコンが映ってるんですけど、これひどいな、これは。うん、まあでも原型はまあとどめてるんだけど、その前にこの大体軸が、大体このようにみんなこういっちゃってるわ。すごいなこれは。うん、でまあよく見るとまあプロコンを表面をパンと机に向けて叩きつけてるんかわからないけども、こう白いさ、俺もプロコンぶったたいてるかよくわかるんだけど、なんかプラスチックってさ、叩いたりとかして変形するとこう白いなんかシワができるのよ。なんか白いなんか線がさ出てくるんだけど、これみんなねプロコン白い線が、まあ、出てますから、やっぱこうねバンバン叩きつけてるうちね、このスティックがね取れちゃってダメになってるっていうね。いやこれすごいな。まあこれはこれでまあでもよくね綺麗に使いましたね、これでも。うん、スティックだけがこうね綺麗に全部取れちゃってますね。はい、スティックさえあれば多分ね、交換すれば多分使えるんでしょうけどもね。はい、5台ね、画像いただきました。じゃあ次見ていきましょう。ね。はい。これ、スティックこれ右に見たってはもう、内部まで壊れちゃってるね。単純に上が取れたんじゃなくって、頭が取れたんじゃなくって、内部まできっちりと壊してる。いいですね。評価高いですよ、こういうのは。うん。まあでも、あ、本当にこれ白いね、シワがこうついてますね、こうやって。まあ、多分叩き方的には、まあ、俺は、プロコン右手で持って、この左側の部分を叩きつけるから、だいたいこの辺がパッカーンと割れちゃうんですよね。だけど、多分この人は、表面を机に向けてぶったたいてるんだというふうに私ね、推測しますよ。はい。いやー、すごいね。うん。次ね、行きましょう。次行きましょう。これね。すごいな、これ、ジャンクパーツコーナーみたいな、このなんか、ハードオフの。いいね。あ、でも、これ、すごい。やっぱ、LR スティックもないわ。ねえ、だいたいこの天面部分もやっぱ叩きつけてるのかな。うん。評価高いよ、こうね。ちゃんとこう壊れるまで使ってるね、きちんと。いいですね、これなんかもう完全になくなってるわ。ねえ、トリガーと L スティック、LR ボタンとトリガーがね、綺麗になくなってますよ。いや、いいね。うん。うん、これいいですね。だいたいこの辺をね、必要に叩きつけた痕跡が残ってますけどもね。うん。すごいな、もうスティックが下向いたまんま五輪中なんていうことは、なあ、まあ、相当叩かないとなかなかね、できないですよね。うん。いやーでもすごいね、やっぱみんなさ、ちゃんとやっぱ大パンしてるんだなと。ね、机ぶったたくにしろ、コントローラー叩きつけるにしろ、やっぱみんなちゃんとさ、ね、イライラして、ちゃんと大パンしてるなっていうふうに、本当に、身近にすごく感じました。うん。はい、てな感じでね、今回は、視聴者の方のね、プロコンをご紹介いたしました。でね、俺の視聴者って意外にこう、物をぶっ壊した経験がある方が結構いるんですよ。で、もしですね、そのぶっ壊した、まあ、故意にぶっ壊した場合ですよ。それがもし仮に、落として壊しちゃったとかじゃなくって、まあ、基本的にはイライラして叩きつけたりとか、ぶん投げたりとかして壊したものがね、手元にあったら、それを写真撮ってね、送っていただければね、このように動画で、紹介したいと思います。はい。そんな感じで、なんか、破壊したもの自慢選手権みたいな動画をね、今後もしね、視聴者の方からね、そういう画像の提供がありましたら、撮っていきたいと思いますので、どしどしね、ご応募ください。ご応募の際はね、私のツイッターのね、DM にポーンとね、画像投げてくれればそれでいいので、はい。まあ、一言ね、添えていただければ、ご紹介いたしますので、そのようにね、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じでね、動画終わっていきたいと思います。それでは、バイバイ。